現在1点障害が1点4点で最終ライン。さあ、ここ7巻までいきました。走行タイムが71秒11、71秒11、0.11秒タイムが上がってしまいました。3人の点が1点障害4点、1だった4点、トータル0.5点です。7番の選手です。マスターフォースから木原選手と月田氏です。さあ、木原選手もオープン参加。表彰対象外の選手として紹介いたします。この種目全部で13組がオープン参加。誕生日を迎えました木原康弘選手。アンカーに配置しましたジェスタシーは北海道のノーザーファンで生産されましたタブレット10歳のペペパシンボリクリスペースの参加。このジェッタシーとともに確率の競技は7メータークラスでは原権が4点、そして1メーター10センチクラスでも同じく原権が4点でした。さあ、スタメンを仕上げてきました。まだ原権がありません。ダブル障害からロボットカート勝つオープン参加ですが原点0点が1試合の経過です。走行タイムが65秒7キロ。